皆さんごきげんよう、トゥイディーズの清原夏実です。朝から参りました。今日は三つ峠山に登山に行こうと思っていたんですけれども、6月も半ばということで、昨日からねもうお天気がブレブレ、雨なのか曇りなのか、曇りなのか雨なのかみたいな状況だったので、潔く中止にしました。そういう日もある、自然相手だから。なのでね、まあせっかく準備もしたんですけど、持て余しちゃってるので、今日は道具の紹介をしたいと思います。まずはこちら、この中にはですね、着替えが入っています。 T シャツ、下着、靴下、あと洗面道具なんかを入れて、まあ、日帰りであればこれを持ってあの温泉に行くような感じになります。袋はね、これ確か雑誌の付録だったと思うんですけど、上も巾着になってて、あの長めの取っ手もついてて、トートバッグになるのでとっても便利で気に入ってます。色も明るくてラックの中で見つけやすいんですよね。洋服関係は雨具、こちらモンベルのストームクルーザーですね。上下セットになってます。これはね、普段も使ったりするんですけど、一番最初に買った登山道具の一つでもあるので思い入れありますね。大好きな黄色にしました。そして、防寒具、こちらもモンベルの、ラウンドネックの段ですね。これね、これも普段使いできて、あのインナーダウンとして使ったり、まあ、羽織みたいになるので、すごいあのカーキもね使いやすい、あの合わせやすいので便利です。すごい気に入ってます。次が、何気に気になる重要ポイント、手ぬぐい。速乾性のある化繊のタオルもたくさん今出てると思うんですけど、私はね、このお肌に触る場所に関しては綿の方が好きなんですよね。だから手ぬぐいだったり、タオルだったり、薄手のものを1枚持っていくようにしています。その方がなんかホッとするというか、肌触りが好みなので、さりげないこだわりポイントですね。次、これ大事、初心者の方ぜひこれだけは持っていてほしい、ライト。ライト、これはブラックダイヤモンドの、これもまたカーキなんですけどね、コンパクトでデザインも可愛いのに、機能もしっかり揃っていて、ルーメンスも結構高かったんじゃなかったかな。遠くまでよく明かりがついてくれるので、ほんとね、最初の頃は持たない人結構いると思うんですけど、意外と自分の実力次第でが分かんないから、暗くなった時にもう本当に明かりがないと怖いので、ぜひこちらだけは持っててほしい、ライトだけは持っててほしいなと思います。私も暗い夜道をとぼとぼ歩いて下山したことがあります。そして、4番がいるラジオ、手袋、これはノースフェイスのグローブですね。これね、つけたままスマホもシュッシュできるし、デザインも綺麗だし、何がいいかってここの連結があることですね。だから片っぽポロリとかないから、かなり気に入っています。シュッっぽくなっちゃうくらい使ってるんですけど、2つ目もこれが欲しいなと思うくらいお気に入りです。エマージェンシーキット、これね、外側はモンベルのウルトラライトのものなんですけれども、中身はね結構その時々で変わってます。今だったらマスクが入ってたり、北海道も入ってると、あとは方位磁石もここに入ってて、お薬関係と絆創膏、あとは紐とか、本当にあんまり使わないんだけれども、使わないことがある方がいいものばっかりなんだけど、大事なもの入れてます。次、これは
芯を抜いたトイレットペーパーですね、お手洗い行く時とか、あとは食事の時にもね使うので、ゴミ袋も一緒にビニール袋の中に入れてすぐ出せるようにしています。私は芯を抜いて半分くらいにして潰したものをいつもだいたい持ってってます。もうこれくらいあれば大丈夫かなっていうところで使ってますね。次、食事関係いきましょう。食事関係はストーブ、これは私が使っているのは外のレギュレーターストーブです。これね便利なんですよ。ごとくも4つあるし、しっかり立ってくれるのと、あとね、こっちの缶、わかりますかね、お鍋とかで使うときに、山用じゃなくて、お鍋で使うような缶が、ちゃんとはめてつけられるんですけど、これはね、ほら、コンビニとかスーパーとかでも買えるから、あ、いいんじゃないかと思って、利便性を考えてこのレギュレーターストーブ買ったんですけども、ちょっと登山にはね重めでも安定感はあります。だからね、軽いものを1個欲しいななんて思うこともあるんですが、そういう時は、S ビットを持って行ったりもします。時と場合によってしっかりお料理する時はこちらのレギュレーターストーブを使ってますね。ただ注意が、この缶は岩谷のガス缶なんですけど、推奨されてるのは外なら外のガスを、プリムスだったらプリムスのっていう、同じメーカーのものをお使いいただくと一番いいです。私のこの使い方はあまり推奨されていませんが、まあ今のところ3シーズンくらいだったら特に問題なく使えています。おすすめ、これかなり好き、スノーピークのチタンシラカップです。普通のっていうか大体のシラカップってもうちょっと柄が長いんですけど、スノーピークさんのは短くて手にすっごく馴染むの。この形がいいんでしょうね。で、メモリもついてるし、チタン製だから軽くて、熱伝導もいい。これまず1個あれば十分、お湯も沸かせるし、ご飯をねついたりすることもできますし、キャンプ登山なんかでかなり使い勝手がいいです。私は何個か持ってます。で、これがモンベルの、クーラーボックスですね。缶が4本くらい入るのかな、これで。で、中には今日はね、メスティン入れようと思ってたんですけど、さっき外出しちゃったからいないですが、カトラリーとかナイフ、コピネルのナイフとか、私はだいたいスプーンとお箸があればなんとかなるので入れてます。あとは飲み物関係だったり保冷剤をこっちの上側に入れて、メスティンを中に入れて蓋をするっていうのが最近あるあるスタイルですね。お鍋もいくつか持ってるんですけど、これ1個に収まるので最近小さくしています。水分もね結構悩むところなんですけれども、だいたいモンベルのこのパックかナルゲンボトルにお水を入れて、でさらにペットボトルでスポーツドリンクを買って3リットルいかないくらいかなを常に持つようにはしてます。 2.5 くらいあれば夏場はとりあえずはなんとかなるかなと。あと水場、私はですよ、でも人それぞれだと思うので、これはあくまで私の水分量なんですけど、計量化を図るためにもお料理するときもこれだけ水汲んでちゃちゃちゃっと持っていくのも便利なので重宝してます。あとは
粉のスポーツドリンクを持って行ってこっちでシェイクして作ったりとか、割と状況に合わせて、用意していますね。日帰りだったらまあこれで済んじゃうことがほとんどです。2リットル、3リットルくらいいつも持ってます。あと最後ストックなんですけどもね、これがブラックダイヤモンドの結構古いやつ、フリックロックっていうシリーズです。結構ね重いんだよね。だからだけど実は私の父も登山をするんですけども、父から、もらったものです。これもね軽量化したいななんて思うと、なんだろう、カーボンのものとか探したいんですけど、今は、とりあえず初心者だったのでこれ使ってます。安定感があってとっても使いやすいです。グリップもいい感じ。こんなところですかね。私が今使ってる道具のレギュラーメンバーです。これにプラスアルファして、テント泊をしたりとか、日数が増えていくと食事の量も増えてくるので、基本メンバーということですね。はい、というわけで今日は私が使っている登山道具を紹介させていただきました。いかがでしたか？いや正直玄人の方から、見たらまだまだ洗練されてないななんて思う方もいらっしゃるとは思うんですけど、登山始めて5年の女が吟味して、私にとっての基準になる道具たちですね。すごく可愛いので紹介できてよかったなって思うのと、これがまたどんどん軽量化したいなとか、もっとこういう機能欲しいなっていうのが出てくると思うので、そちらも、温かく見守っていただけたら嬉しいです。今購入を検討している方の参考になったなら、それはそれでとても嬉しいことですね。こんな感じでまた動画を上げていこうと思うので、お楽しみに。今日は本当にありがとうございました。それではまたこの動画でお会いしましょう。ごきげんよう。トゥイディーズの清原のつみでした。